やっべ遅れる、通過電車にご注意ください。おーおっと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 、うわー、以上、そこの待避所に入れ。はい、大丈夫か。余裕っす。線路に落ちたらまず冷静に待避所を探してください。いや、ホームによじ登ってもいいっすよね。おいおら、てめえ、あ、登れなかったら死ぬぞ。いや、こんな高さならホームまでの高さは1メートル以上。パニックの状態で登るには想像以上に難しいんだぞ。じゃあ線路の間入ったらさ、映画みたいに電車の下くぐり抜けられるっすよね。電車が通過する勢いなめんなよ。風でめくれた服が電車に巻き込まれたらお前も一緒にぐちゃぐちゃだぞ。え、線路は想像以上に恐ろしい場所です。まず周りに気づいてもらい、自分の命を最優先に行動してください。はい。チーズ。致命傷ですか？いらねえっす。今日は学校じゃないんですね。入学式なんで、後輩の面見に行くんですよ。あ、行ってらっしゃいませ。入学式だるかったな。先輩もパッとしねえしな。つまんねえな。おい、一年。え、この人誰？三年の五十嵐だ。五十嵐ってまさか、一人で100人のヤンキーを倒した伝説の？調子乗ったら潰すかんだ。はい。バリダセーことすんなよ。え？男なら自分より強いやつと戦えよ。だってこいつらが調子乗ってたからよ。じゃあおめえも調子乗ってるから私が潰すよ。ごめんごめんごめん。ギャル強よ。あー！はぁはぁ。ん？駅員さん。はい。終電は？今行っちゃいましたよ。ないぽよー。どうする？次は始発しかないので、タクシーとかで。あ、そうだ！え？来て！おう。大丈夫か？誰かー！本当にこれで行けんのかよ。行けるっしょ。期末テストの採点でこんな時間だわ。ん？誰か止まって。タクポヨ、何しとるんだ。え、バラッチ天才、うちまで送ってって。お願いします。勝手に乗るんじゃないバカ野郎。いいでしょ、一人でボソッと帰るより若い子とドライブできて。うるせえ、ギャル強よ。うっす。遅延症ですか？15分の欲しいっす。どうぞ。あざーす。おはーす。五十嵐、またお前は遅刻か。いや、電車の遅れっすよ。嘘をつくな。ガチっすよ。この際お前に言いたいことがある。DJ タクポヨ、カモン！五十嵐、お前は遅刻バカ。すなわち、お前はすごくバカ。一本早めの電車乗れ。べっぴん、お前の女釣り。あ？俺の女はべっぴんさん。お前の授業はバッテンさ。すぐに怒るのだっせーな。すぐにトークがだっせんだ。判定は？3対0で、五十嵐。おい、あ、職員室に来い。だる。じゃあうち来る。いいのか？オッケーぽよー。じゃあ駅員さん、ギャル山駅までの切符ください。ギャル山駅までですか？は、はい。なないでくださいね。は？行くよー。お、お。じゃーん、ここが私んち。クッパの城みてえだな。マミー、彼氏連れてきたよー。え？チーズ、いつも娘がお世話になってまーす。猫キモ。じゃあ近くにビーチあるから泳ぎ行こう。ビーチ？わ、最近猛暑ばっかだから暑いかも。いや、マグマじゃねえか。汗溶けるって。じゃあタピオカ飲む？タピオカ？ったく、急いで行かねえと遅れちまう。え、新宿、新宿に到着です。人が多いなぁ。ん？前のやつ遅いな。足怪我してんのか？怪我してんなら仕方ない、待ってやろう。え、ホームでのながらスマホは大変危険です、おやめください。ん？ちょっとお兄ちゃん。なんだよ。やっぱりながらスマホか。は？足を怪我しとんなら仕方ないと思ったけど、スマホいじっとったんか。そうだけど何？後ろの人が混雑してるのがわからんか。こっちは急いでんだぞ。うっせえな、老害が。おいごら、てめえ。なんだよ。もう死ねえって言ったら許してやる。は？もう死ねえや。五十嵐、もう出ちゃうぞ。行っちゃっていいっすよ。またサボりか。待ってやるから乗ってけよ。たく。ドアホーム、オーライ。五十嵐、学校まで遠くて大変だな。よく通ってるよ。2時間半車掌さんと一緒なのきついっすわ。こっちのセリフだわ。もっと近くに学校なかったの？俺天才なんで、その辺の学校じゃレベル低すぎちゃって。よく言うわ。はい、お待ちください。五十嵐、着いたぞ。だる。いいから早く降りろ。だるー。頑張れよ。
はい、急行列車通過します。ご注意ください。ん？お？誰か待ってんのかな。だりイガラシ。おお、タクポよ。え、私ずっとイガラシのことライクだったんだけど、ラブになりたいから付き合わない？俺でよければ。マジ？やらぱやー。うっす。あれ、タクコ？あれ、タクコちゃん、何やってんの？いや、なんでもないよ。今日寒いね。切ないね。本日山手線は終日運休となっております。ん？お兄さん。え？今日山手線は線路工事のため走りませんよ。え？一日っすか？あと35時間は電車来ませんね。マジっすか？じゃあどこで待てばいいんすか？待たないでください。他の路線やバスを使ってください。いや俺ネットフリ入ってるんで35時間なんて余裕で待てるっすよ。待たないでください。ここにいられても困るんですよ。いやでもマジ俺動画見てる時の集中力パネっすよ。見ます？見ないですよ。とにかく他の手段を考えてください。まあ駅員さんと朝まで麻雀もありっすね。ないよ。チーズ。チーズ。遅延症ですか？ちげえよ、白馬にスノボ行くの。あ、いいですね。輝き乗ったらすぐだよね。はい、大宮を出たらすぐ長野で、そこからはバスが出てますね。あざぽよー。あざーす。え、バス止まってんの？ごめんね、バスのエンジンが凍っちゃってね。もう私が燃やしてあげようか？いやダメだよ。まあ諦めるしかないよね。だな。ええ、お前らここで何しとんだ？バラッチ、バス止まっちゃってスキー場まで乗せてって。嫌だね、これから温泉に行くんだよ。バラッチあざぽよー。あざーす。いいって言ってねえだろ。ギャルとヤンキー強。チーズ。遅延症ですか？30分のちょうだい。どうぞ。あざぽよー。これからクラス写真撮るので並んでください。おはぽよー。どうしたんだ、おでこ押さえて。アイロンで火傷したの。ハリーポッターみたいだな。バンガーリアムレビューさんってやらせんなよ。チーズ。イガラシ、お前も火傷したのか？昨日の怠慢で怪我したんすよ。鬼滅の刃の炭治郎みたいだな。水の呼吸一の肩ってやらせんなよ。お前らこれから写真撮るんだぞ。それ来月にしてくんない？賛成。ダメだよ、みんな準備してんだから。はーい。お前ら早くしろ。榊原先生、どうしたんですか？ちょっと実験に失敗してな。ブラックジャックじゃん。ただいまから切符を確認します。あれ？ない。お客様、切符を確認します。やべ、どうしよう、定期忘れてきちまった。お客様、切符ないんですか？いや、金もねえし、どうしたらいいんだ？ないのなら正直に言ってください。無賃するつもりだったんですか？なわけねえだろ。もう終点つきますよ。払わないなら、鉄道警察呼びますよ。ああ、また親に迷惑かけちまう。ちょっとあんた、母ちゃん。定期玄関に忘れてたわよ。うっ、ありがとう。お母さんがいてよかったですね。はい。あんたにここまでのガソリン代請求するからな。今度はこっちかよ。大変だ、ホームでイガラシが喧嘩してるってさ。誰と？ヤバそうなおっさんと。え、とりあえず行こう。お前が抜かしたのよ。お前だろうがよ。こわ、ほっとこうぜ。俺が先に並んでたのよ。俺だっつってんだろ。年上になんだその態度は。今は関係ねえだろ。どうすわ。あ、やってみろクソが。二人まとめてぶっ飛ばしてやんよ。ぽよ、しょうもないことで喧嘩してんじゃねえよ。こいつが俺の順番を抜かしたのよ。いやこいつだよ。どっちでもいいわ。てかここ始発なんだからみんな座れるっしょ。ああ、そうだな。ちょっと東京リベンジャーズ見てるから静かにしてて。ギャル強。最終列車京都行き、間もなく到着いたします。間に合ってよかった。また歩いて帰るとこだったな。それはマジ勘弁。まったく、電車遅れてんのか。あ、停電だ。え、おい、どうなってるのよ。駅員、説明するのよ。おっさん、うっせえよ。え、誰だ、生意気な野郎は。野郎じゃねえし。お客様、申し訳ありません。復旧までお時間かかります。おい、ふざけるな。それではお待ちの間、夜空をご案内いたします。え、は、真ん中に見える三角形は夏の大三角でございます。へー、どれ。そんなの知ってるのよ。だからおっさん、うっせえよ。え、なんだお前は。二人ともうっせえわ。近くにございます、明るい星は乙女座のスピカでございます。あれ、タクポヨ乙女座じゃなかった？ いえ、私はサソリ座の女。ミトはケイチじゃねえか。いつぴったりじゃねえか。それではお客様、復旧まで空の旅をお楽しみください。これもありか。よし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 。邪魔なのよ。あ、すいません。この子抱きながらベビーカー畳むなんて無理だよ。どきなさい。すいません。もう電車乗るんじゃなかった。赤ちゃん抱っこさせてくんない？え、バリ可愛いっすね。
ありがとうございます。冷めた大人ばっかっすよね。まあ俺は周りにどう見られようが人と絡みたいんすよ。お兄ちゃんかっこいいよ。おかげで助かりました。なんもしてねえっすよ。五十嵐かっこいいとこあんじゃん。うっせえ。ちょっと何事ですか。お前たちがベンチを占領したんだろ。座ってただけじゃねえかよ。しょうもないことで揉めてんな。お前らは座る必要がない。働いてきた大人に座らせろ。よく見たらクレーマーの横山じゃねえかよ。誰にでも突っかかるんだな。お前が解かないならこっちも抵抗するぞ。どうやってすんだよ。もちろん拳で。なんか聞いたことあるセリフだな。拳で抵抗するぞ。いい大人が何言ってんだよ。だる。電車来たんで帰ります。雑魚が電車乗らねえんだ。本当にお前らはどうしようもねえ奴らだ。たくさんの人に迷惑をかけて親を悲しませて本当に不良の集まりだ。でもお前らは仲間だけは大切にできる。だからよ、これからも仲間だけは裏切るなよ。よし、チーズ。よし、じゃあお前ら走るぞ。は？は？夕日に向かって走る。なんでだよ。だり青春だね。やばい、電車遅れる。ほよちゃん荷物持つぜ。さすが、かっこいい。楽勝だぜ。ご了承ありがとうございます。おれ。おい、あれ？お客様は拝見しますね。カエル化現象来た。え？自動改札で引っかかるなんてマジカエルかじゃん。なんだよそれ。せっかく荷物持ってくれて行けてたのにマジなえる。そんなの仕方ねえだろ。はい、それもカエルか現象。は？ストローは口で探すの冷めるわ。ギャルゴは？チーズ。あれ、何ですかその格好。ソフトボールのクロスマッチ。なるほど、ホームラン打ってきてね。ここまでぶっ飛ばすね。ツーアウト満塁。これで打てば逆転か。誰が打つ？俺しかいねえだろ。私もいいんだけど。特ポよ。お前野球やったことねえだろ。バットはいつも持ってるから。なんで？じゃあ任せたわ。はーい。うん、クソリキンがふざけてるんじゃないわ。もしかしてそぐー。ギャル強。駅員さん、ゲーセンはどこですか？西口のケンタッキーの隣ですね。ありがとう。タクポヨのやつ、補習をサボりやがって。いってらっしゃいませ。あと1回で取れそうだな。絶対取るぞ。お、お前ら。え、タクポヨ見てないか。あ、プリクラの方にいると思います。プリクラな。イェーイ、イェーイ。おい、タクポヨ。ゲー。お客様すいません。なんだ。プリクラは男性だけでは入れませんよ。あ、ふざけるな。あいつに話があるんだ。バーカ。おい、男が入ってんだろ。ちょっと一緒ならいいの。うっす。ふざけたルールだ。入りたかったら女の子と一緒においで。ザクポユー。ギャル強。チーズ。致命傷ですか。30分のちょうだい。はい、どうぞ。アザポヨー。おはポヨー。あ、1時間目体育か。日焼けすんじゃん。胸を走れ。うおー。石川、俺にくれ。はい。ナイスパス。五十嵐のやつ体育だけは真面目だな。当たりや。照れんなって。うるせえ。終わったら帰るからな。早くお前も入れよ。え、日焼けするから無理。ぽよちゃん、後でチュルメあげるよ。やるー。オッケー、じゃあ行くよぽよちゃん。おい、待って待って待って、どうしたらいいの。はい、ギャル強。今日はどこ行くの。夏休みだから千葉のおばあちゃんのとこに。いいね、気をつけてね。うん。え、この電車は特急潮騒銚子行きです。特急潮騒に乗って千葉で降りて。僕、着いたよ。あ、降りないと JR の電車に乗り換えだ。はい、発車します。あれ、ここはどこ。間違えちゃったよ。一人で来たのか。うん、乗り換えを間違えちゃったの。そうか。ママ。ほれ。え、ここで採れた野菜はうまいべ。え、いいから食ってみ。ありがとう。どうだ。甘くて美味しい。ダメ、暑いから熱中症にならんようにな。え、大丈夫だ、何もしてこいよ。大きい。ここじゃ人間より動物の方が来てくれるわ。お、これで戻れんぞ。ありがとう、おじさん。
だべ。千葉でございます。着いた。宗介。あ、ママ遅かったけど何かあったの？あのね、おじさんがトウモコロチをくれたの。え、あとクマさんとかにもあったの。え、大丈夫だったの？だべ。何言ってんのよ。まあ無事でよかった。あれ、お財布がない。どこで落としたか覚えてる？覚えてない。もう何やってんのよ。ありがとう。こんなことあるの？だべ。駅長、どこ行ってたんですか？探したんですよ。あ、すまんすまん。あの、どうされましたか？帽子の忘れ物ってないっすか？あ、もしかしてこの帽子ですか？あ、そうっす。よかったです。ではこちらにサインだけお願いします。うい。ちょっと待ちなさい。え？その帽子本当にあんたの？は、俺のだわ。あんたの言葉なんて信じないわ。人のものを奪おうとしてるんじゃないの？そんなわけねえだろ。これは俺の。何黙ってんのよ。図星なんでしょ。もういいわ。え、お客様。うるせえ。ついてくんな。え？怖い怖い。うるせえ。ついてくんな。え？怖い怖い。橋爪さん、あんな言い方はないんじゃないですか？なんで私が責められるのよ。人のものを奪おうとした犯罪者から守ったのよ。感謝しなさいよ。何の根拠があってそんなことが言えるんですか？本当にあの子のだと僕は思いますよ。ふん、そんな帽子もういらねえわ。ガツくあのクソババ。あれ、五十嵐どうしたの？なんでもねえ。ん？え、金さん。はい。その帽子五十嵐、あ、金髪のヤンキーのやつだよ。ああ、さっき取りに来たんですが。あいつのおじいちゃんが去年死んじゃって、唯一もらった帽子だって言って大事にしてたんだ。でも必死になってる自分に恥ずかしくなって帰っちゃったんだと思う。いた、チューン。バーッ。五十嵐くん。あ、さっきは守ってあげれなくてごめんなさい。どうでもいいわ。あの、これ。ああ、おじいちゃんの大事な帽子なんですよね。もういらねえよ。五十嵐くんが持っててあげてください。その方がおじいちゃんも。もういねえんだよ。じいちゃんはもうどこにも。そんなことないですよ。五十嵐くんがいつまでもおじいちゃんの話をしてこの帽子をネタに笑っていたら、おじいちゃんはいつまでもみんなの記憶に居続けます。チュンチュン。たかが物かもしれませんが、そこにはたくさんの思い出が詰まってるんです。これからも大切に持っていてください。じいちゃん。よし、五十嵐、川飛び込むぞ。は？ちょっと待ってよ。笑顔、よし。なんてことだ、夏休みが終わってしまい、もう何の楽しみもないじゃないか。いっそのこと、俺を殺してくれ。言い過ぎだよ、バカ。9月だってきっと楽しいことあるよ。私すっごく優しいからさ、殺してあげよっか。怖えよ。さすがにあいつも冗談で言ってるから。お願いします。早まるな、バカ。2学期早々何やってんだよ。はい、席につけ。早速だが席替えをするぞ。チート。お前ら単純だな。ようやく先生の隣というプレッシャーから崩壊される。解放な。私絶対眠くなるからさ、ベッドのある席がいい。そんな席ねえよ。西川はどこがいいの？俺はそうだな、いつも面倒はかかるけど、なんだかんだ一緒にいて楽しい宗男の隣かな。寝てんじゃねえよ。じゃあ9時、引きに行くです。引きに行くですみたいに言うな。どこになるかな。俺ここです。先生の席じゃねえか。そこも番号に入れちゃっていいのかよ。あたしここね。なんでベッドあんだよ。じゃあ俺の席は？いつでもうんちし放題。できるか。クラスリレー当日にアンカーの五十嵐がいないなんて絶対絶命じゃん。誰が代わりに走るの？あと残ってるのはクソザコたち。なんか言い返しな。ひどいこと言われてるよ。僕は10メートル走で雨の日に負けたことがあります。カタツムリに。絶望的だ。逆にどうやったら負けられんの？勝地はサクランボはたまに3つついてるのがあります。ダメだ、こいつ話できねえわ。トリマノブタは戦力外だから、勝地行くよ。勝地と申しますか。位置についてよーいドン。西川頑張れ。西川くんは最近メガネの度数を 0.1 ほど上げたそうです。どうでもいいわ。おお、胸を頑張れ。胸をくんはずっとタクコちゃんのことが好きだったそうです。え、普通に照れる。飛ばすよ。タクポヨちゃんは最近背泳ぎで潜水してシーラカンスを捕まえたそうです。異次元すぎるでしょ。ワイドナショーで取り上げて。勝地大丈夫かな。
何やってんの？もう再開じゃん。すごすぎるよ勝地。角刈りだから風の抵抗が少なくて一直線に進んでった。優勝だよ。すごいじゃん勝地。リレーはいつですか？もう終わったわ。ねえねえ、 TikTok で LINE の共有開いて3番目って誰？え、何それ？3番目の人があなたを好きなんだって。え、なんかドキドキするね。くだらねえ、誰がそんなの信じんだよ。いいからタクコちゃんやってみよう。うん、共有開いて3番目ね。胸尾だ。わ、胸尾タクコちゃんのこと好きなんだ。好きじゃねえよ。わかりやすすぎんだろ。え、じゃあ私も見てみる。どうせ五十嵐くんでしょ。共有開いて1、2、3。え、誰？バラッチ。え、キモー。なんで先行のライン持ってんだよ。はい、席につけよ。ねえバラッチ、私のこと好きなの？なんだいきなり。そんなわけないだろ。まあそうだよね。いや、まあ生徒としては好きだけどな。え、キモー。かわいそう。